はいどうも、おもチャンネルです。さあ今回はね、こちらを見ていきたいと思います。はい、こちらね、いつもと違うお店で買ったらまさかのカプセルなしで届いてしまいました。ではではね、早速見ていきますが、今回はですね、こちらです。おは、たっぷりブックレット、カプセルプラレールの走る美術館と雪景色編全16集。こちらはね、コンプリートのセットで買ったので今回は見ていきましょう。ラインナップはこんな感じで、今回新しく登場しました顕微新幹線で、下が E7 系新幹線輝き、そして E4 系新幹線 MAX に681系スノーラビット、でさらにストラクチャーは田舎の駅、山レールセット、トンネルセット、マガレールとなっています。さあ今回は2017年を締めくくる最後のカプセルプラレールシリーズですね。さあではね、今回はカプセルないんですが、早速それぞれのねアイテム見ていきましょう。さあではね、ちょっと一気に出しまして、よいしょ。さあでは一番気になるところですね、顕微新幹線から行ってみたいと思います。はい、まず最初は先頭車です。さあそれではぐるっと行って見てみましょう。はい、こんな感じになっていて、両サイドのデザインは非常に綺麗に再現されております。ただまあ皆さんね、気になっていたところだと思うんですけども、両サイドのデザインは全面ねシールになってますね。まあでも本当ね、再現性非常に高いと思うんで、これは素晴らしい車両になってます。では続いては中間車ですね。さあこちらはどうなってるんでしょうか。はい、くるっとこんな感じで、はい、両サイドのデザインはこちらもシールですけども、バッチリだと思います。パンタグラフのね、塗り分けちゃんとされてるのがちょっとねポイント高いですね。で、中間車にはね、白色の直線レールが1本ついてます。さあでは続いてはこちらが後尾車です。ではこちらもくるっと、後尾車なのでね、こちら赤色の塗装が入ってますね。で、両サイドのデザインはこんな感じになっていて、こちらも非常に再現性高いと思います。小さいボディながらね、なかなかよく頑張ってくれてますね。ちなみに後尾車には白色の曲線レールが1本ついてますね。さあではね、3両揃ったので連結させてみましょう。はい、こんな感じになりました。おー、素晴らしいですね。なかなか綺麗な車両になってます。ほんとね、あのカプセルプラレールというね、あの限られたねスペースで、顕微車両のね美しいデザインよくね再現してくれてるんではないでしょうか。さあでは続いては輝き見ていきましょう。はい、まずね、先頭車ですね、 E7 系新幹線輝きです。はい、ではね、くるっと行ってみましょう。はい、 E7 系新幹線輝きですが、すごくね久しぶりにカプセルプラレールで登場ですね。多分前に登場したの1年半ぐらい前かな。では続いて中間車も行ってみたいと思います。はい、こちらもくるっとこんな感じです。なかなかねいい感じのデザインになってますね。基本的には以前の分とねあまり変わりないかもしれません。で、中間車には白色の直線レールが1本ついてます。で、残り3つ目が後尾車ですね。はい、こちらもくるっとこんな感じで、こちらもね他の2両と同じくいい感じでね輝きのデザインが再現されております。で、後尾車にはね、白色の曲線レールが1本ついてますね。さあでは、輝きも3両にね、連結させてみましょう。はい、こんな感じになりました。おー、やっぱ輝きかっこいいですよね。なかなかいい感じだと思います。このブルーに金のラインがね、もうたまりません。いや、いつ見てもほんとかっこいいデザインですね、輝きは。さあでは続いては E4 系新幹線 MAX 行ってみましょう。では先頭車から行きます。はい、こちらね E4 系新幹線 MAX ですが、ついにカプセルプラレールでもね時色の帯のね車両が登場になりました。なかなかね質感高くていい感じですよね。で、続いて中間車。
はい、こちらもね、くるっとこんな感じになっていて、こちらもね、デザインがリニューアルされたものになってますね。で、中間車には白色のね、直線レールが1本ついてます。で、ラストはこちらがね、後尾車になります。はい、くるっとこんな感じで、こちらもね、新しいデザインがバシッと決まってますね。で、後尾車には白色の曲線レールが1本ついてますね。さあ、ではリニューアルされた E4 系新幹線 MAX も3両編成にしてみましょう。はい、こんな感じになりました。いいですね、新しい時色の帯もなかなかかっこいいですね。以前のね、黄色の帯の車両と並べてみるのも楽しいかもしれません。さあ、では続いて車両の方はラストですね。はい、こちらが681系のスノーラビットです。いや、これはね、待っていた方結構いらっしゃるんじゃないですかね。僕もね、実はね、持っていなかったんで、これはかなり嬉しいですね。ではシールがね、ついているんで、早速ね、貼って車両の方を作っていきたいと思います。シールは2枚だけで、ここと、あと反対側のこの位置ですね。はい、完成しました。ではくるっと見ていきましょう。はい、こんな感じですね。おー、これは嬉しいですね。めちゃかっこいいじゃないですか。なかなかいい感じでデザインの方再現されてますね。さあ、では続いて中間車も見ていきましょう。はい、くるっとこんな感じになっていて、こちらもなかなかいい感じのデザインになってます。で、中間車にはね、白色の直線レールが1本ついてますね。いや、これは走らせるの楽しみですね。ではラストに後尾車ですね。はい、後尾車にはね、シールがついてるんで、早速ね、貼って作ってしまいたいと思います。シールの位置はだいたいここと、あと反対もこの辺りですね。で、ここのライトのところもシールになってますね。ちょっと小さいので慎重に貼っていきたいと思います。よいしょ、これでバッチリかなと。さあ、ではね、見ていきましょう。くるっとこんな感じで、はい、こちらもね、なかなかいい形、いいデザインが再現されてると思います。あとは連結器があればもう最高ですね。で、後尾車にはね、白色の曲線レールが1本ついてます。さあ、ではこちらも3両揃ったので連結させてみましょう。はい、こうなりました。おーほほー、いいっすね。いや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 、これも走行楽しみだ。なかなかかっこいい。これは本当にかなり嬉しいです。いや、車両はね、もうどれも素晴らしい走行を見せてくれました。さあ、では今回はストラクチャーはね、雪景色ばかりです。では早速ね、見ていきましょう。まずね、こちらからですね。まずはこれは田舎の駅ですかね。はい、パーツの方はね、こんな感じになってますね。あとシールがこんな感じのものが1枚入ってます。ではでは、シールを早速貼って組み立てていきましょう。まず駅名の書いたシールはこちらの縦看板に、で、時計のシールはこちらは駅舎のここの部分ですね。で、組み立てはもうとても簡単ですね。おなじみの田舎の駅の組み立て方と全く変わりないと思います。こんな感じで組み立てて、最後こちら2つくっつけると、はい、雪景色仕様の田舎の駅完成しました。おー、いいですね。この季節にもうぴったりの田舎の駅になってます。長さ的にはね、直線レール2本分ぐらいの長さになってますね。では続いてのストラクチャーがこちら。はい、これがね、山レールセットです。これね、僕結構気になってたアイテムですね。はい、パーツはこちらの4つです。はい、こちらが雪景色の山に、これがとても可愛い猿の親子ですかね。こちらも真っ白です。
子供の猿がおんぶされててめちゃめちゃ可愛いです。で、雪が積もった木のパーツが1本と、あとは山のパーツをねくっつけられるレールが1本ですね。はい、これもねほんとなかなかね素晴らしいストラクチャーです。ぜひ今回ねこの機会に一つはね手に入れておきたいですね。本当にこの猿の親子のフィギュアがめちゃめちゃ可愛いです。では続いてのストラクチャーはこちらがトンネルセットですね。パーツはねこちらのレールを含む6種類ですね。組み立て方法はいつものねトンネルと同じです。こんな感じでね土台と上の部分を差し込んでここで合わします。これでトンネルの完成。上半分がね雪積もったような感じになってますね。可愛いデザインです。で、さっきの山レールセットと同じ木が一つと、あとは白色の直線レールが一本、組み合わすとこんな感じになりますね。雪がね積もったトンネルもなかなかね素敵な情景パーツだと思います。これもねぜひねこの機会に手に入れておきましょう。で、ラストがこちらの、はい、これが白色のマガレール。たっぷりのパーツですけども組み立ててしまうと、はい、こんな感じになります。はい、こちらもねこの時期にしか手に入らないマガレールなんで、今回のセットにはとてもね合うマガレールですね。ぜひねこの色もこの機会に手に入れておいてください。はい、ということで今回はねカプセルプラレールの2017年最後のシリーズになりますね。走る美術館と雪景色編全16種を紹介しました。今回はね季節に合わせた雪景色のね白いレールと、それにねよく似合う車両たちの素敵なラインナップになってましたね。まあなんといっても今回のね目玉はこちらの厳備新幹線ですかね。両サイドともにねとてもかっこいい花火のねデザインが施されていて、とてもね芸術的な車両になってます。他の車両もあまりね登場する機会ないんで貴重だと思うんですが、厳備新幹線に関してはね多分ね今後出てこないような気がします。なのでかなりね価値が高いものになってるんでね、気になる方はねぜひこの機会に手に入れておいた方がいいとは思います。あとね、それ以外にストラクチャー環境ね、ほんとね、素敵な内容になってましたね。まあ全体的にはね、ほんとにとてもね、今回はバランスの取れたラインナップになってると思うんで、ぜひ皆さんね、街中で見かけたらガチャガチャの方回してみてください。ということでね、今回はこのあたりで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価、どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと、ツイッター、インスタもやってるんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。またね、来年も、いろんなね、カプセルプラレールシリーズね、出てくるの楽しみにしておきましょう。ではでは、またお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。バイバイ。